爆発的な噴火に伴って発生した火砕流が時速115キロの猛スピードで山を流れ下っていたことが分かりました。気象庁によりますと、監視カメラの解析などから新岳河口の西側に流れた火砕流は噴火の70秒後に海に達していたことが分かりました。平均時速は115キロに達します。火砕流が流れたのは立ち入りが規制されている範囲内でしたが、 島民が暮らす集落に及んでいた場合逃げるのは困難だったとみられます。